田舎では、ごくごく普通に、生息している。かおーくん。漢字で書くと、ちっこいのなら、素手でも平気なんだけど、この大きさになると、さすがに気色悪いっすね。ここはどこかというと、工場の中です。暗くてよくわからない？オリジナルだと、真っ暗に撮れてまして、これでも明度上げてるんです。工場の床は土ではなくセメント。火バサミで掴んで。ちりとりに、ぼと。捕獲しました。どこから侵入したのかね？まあ確かに隙間だらけではあるんだけど。捕獲したら動かない？ちりとりを揺すってみた。この後、外の水路に放流したですー。